四国だけで3ヶ月もかかってもたで、振り返りたい。うん、長かったね。ここまでで1年。よく頑張りました。ありがとうございます。お疲れ様でした。四国ありがとう。ありがとうございました。ずっと一緒やけど。室戸の時もこんな感じやったな。水平線がめっちゃ綺麗。だるま夕日で有名な場所らしいけど、ちょっと季節がな。ただめっちゃ綺麗。うん、ここで止めて、うん、さっきのお風呂行ってもいいな。うん、コーチ最後のお風呂か。うまや。私らしょっちゅうたこ焼きしそうな。おお、明太子安かったな。うん、たこもでかいな。はい、チーズチーズ。はい、ありがとう。天かすもさっき。あ、天かす、はい。よし、すごい、いくで。うん、わー、贅沢。これはうまいぞ。
これは美味しい。めっちゃ乗せたかった。おー、かわいいね。うまいうまいうまい。そういやさ、四国さ、うん、もうお遍路終わったら、そうやな、終わりじゃない？終わりやな、うん、変な感じやな、うん、終わるんか、お遍路って四国だけで3ヶ月もかかってもたで。だからそう思ったらさ、うん、九州九州、え、九州だけど私ら1年か。ちょっとあれやな、後で九州からのルート、うん、そうやな、ちょっと振り返りたい。うん、お前なんも振り返りやってなかったな。うん、どういうルートで来たか。うん、わあ美味しそう、やばい、お腹すいた、どうしよう私たちさ、うん、この日本をさ、うん、たった1年で回ろうとしよってんで。まだこの全然やな。ちょっと一回ここスクリーンショット撮って。あ、いいよ。九州と四国な。うん。うん、それでペンでなぞれるようにしよう。オッケー。そしてこんな感じかな。うん。どこを回ったとか結構細かく覚えてる？大体のルートは覚えてるで。いただきます。いただきます。いただきます。あ、こ。熱やるな。うわ、うまっ。これ UFO キャッチャーのたこ焼き器やのに結構いいねんな。うまそう。これもあってやな。うん。ちょっとやって。うん。最初はまず下道で九州まで行って、うんうん、この鹿児島の桜島すぐ、うん、見えるところで初めて車中泊して九州着いて、でそこから下降りて最初まず佐多岬、うんうん、こっち行ったりして、うん、渋し覚えてる？なんか細かく言い出したらいろんなある。渋し市長なんか渋ああ、痛いね。そう、うん、また戻ったり、霧島資本でもここでめちゃくちゃまずお世話になったやろ。そうやな、温泉、うん、ここでずっと DIY の動画作ったりしながら回って、うん、その霧島の後こっち行こうとしたんやったけど、うん、先にこう、うん、一瞬宮崎行ったんよな、うん、そういう岬行ったりで、また鹿児島の方戻って指宿の方行って、ここで枕崎でもお世話になったりして、うん、したね。そう、会いに行きたいわ。お前な、めっちゃよくしてもらったのに、うん、あんま動画撮ってなかった。そう、この辺の頃はまだ一番動画撮ってないから全然。そのままこっち上行って、うん、長崎の方行ってんな。で、天草でももうめちゃくちゃお世話になって、うんうんうん、でもこの時、1回目の時は通過しただけで、そうね、すぐ長崎またフェリーで渡って、うん、で、大分市戻ってきて、うん、ここから四国。なんかこれだけ見たらすごいぐちゃぐちゃ回っとうけどほんまのこと言ったらもっとここもこう回って回ったし、回ったし、ここもこう行ったしって次はこれで渡ってでよ、四国こうな、うん、はい、ここの棒のとこ、うん、から入って、うん、たこ焼き食べよう。たこ焼きちょっと食べよう、うん、やっぱ私明太子が好きかもしれん、これは、うん、おいしい、うん、ここから入ると松山行って、うん、お遍路具使いに行ってんな。あー、そうやったね。仁淀川の方上がって行って、うんうん、四国カルスト行って、うん、でこのまま降りてきて須崎市、四万十町、四万十市、うんうん、の方降りてきて、なんかこの四万十市とかすごい良かったのにさ、うんうん、動画編集しかやってなかったから全然撮れんかったね。そうやな、確かに意外と動画に残してないところの市の方がずっとおるっていうことだよね。多い。だから四万十市にも結構長いことおって、うん、土佐清水の方から下降りていって、うん、足摺岬のところで38番お辺の、うん、行ったんか。うん、んでこのままこっち来て、この沿いも綺麗やったな。うん、柏島とか、うんうん、な、ここも行ったのに撮ってない。そやな。ほんで、うん、ここすくもが、うん、今に至ります。そうね。
で、お遍路40、41、42、43、私ら最初46番から始めたから、この44、45で終わりか。そうやな、うん、ちょっと色変えて、うん、明日とうとう高知を出て、うん、お遍路40番、うん、で、ここ宇和島市通って、うん、お遍路41、42、43ってあって、うん、で、そのまま上上がって、うん、下灘駅もこの辺か、もうちょっと上か、この辺やな、うんうん、で、最後、こっから44番、45番行って、もうほんまに一周って感じやな。そうやな、四国これで一周できたから、うん、次どうする？次は松山市戻ってきて、うん、で、ここからフェリーで山口、うん、かな。そうやな、それが一番綺麗かも、うん、ほんで、本州上陸って感じか。長かったね。ここまでで1年半は言い過ぎやけど、まあ、1年半やな、もうマジで本州はもう半年で終わらせようかな。よし、たこ焼き食べようか、うん、次焼くわ。ちょっと焦げた。行きましょう。お願いします。愛媛県入った。お前や、コーチありがとうございました。ありがとうございました。でもこれで四国一周か。うまいな、あっという間。あっという間やな。さあ、うん、愛媛のあの宇和島の鯛だけ食べてないよな。あ、そうやな、宇和島だけまだやから、鯛飯とか食べようか、うん、最後に。そうね、居酒屋さんもやっとうとこらしい。そう、まあ、これしようかな。うん、タイミスと茶碗蒸し定食、うん、わしは唐揚げ定食しようかな。じゃあ、これするそれ、明太とろろご飯と。え、タイミスじゃなくていい？もういいか、うん、分け合おう。いいよ。これ、宇和島鯛めしの食べ方って書いてある。こっちもこれで980円やし、うん、ご飯おかわり自由で、うん、サラダもサラダ食べたかな、さっき食後のコーヒーもついてくるって。コーヒーの自分めっちゃいい。安い。いただきます。いただきます。生卵の入った醤油ダレを混ぜて、うわ、おいしい。贅沢卵かけご飯って感じ。めっちゃいい音してる。美味しかったね。うまかった。あ、うん、あ、でこし。こが。43番。よし、今日はこれで終わり。
明日最終日やで。お遍路最終日か。うん。めっちゃ同じ色の車来た。すごい。まあこの色可愛いからな。他おるやろな。かもな。時間までちょっと待っとか。うん。うわあ。もう綺麗なやっぱでも。綺麗。行こう。今日めっちゃいい天気な。この辺で最後行きましょうか。最終日にふさわしいな。うん、晴れてよかった。うん、この看板、左ジョールリージって書いてる。まや、最初に行ったとこや。最初に行ったとこ戻ってきたか。気がいいやな。最後や。今4月やから、まあ1月2月3月丸3ヶ月か。意外と車変動で時間かかった。うん、まあいろいろ見ながらやったから。まあ、ちょっと寂しいな、うん。日課になっとったもんな。はい。うん、寝た。から徒歩20分ぐらい行ってきた。20分。うん、なんか岩のところに道がある。どこに繋がったの？
構高い。帰りは下見ないように。帽子も見つけ。ゆっくり降りてってください。はい、ここから落ちると板じゃ済まんで。そうですね。本当そうですね。皆さん頑張っていろんなところに。そうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。よく頑張りました。ありがとうございます。いや嬉しい。最後にふさわしいところでした。そうね。ここ上がってくるだけで大変だね。上がってくるだけで大変。入ってきた。入ってきたな。すごい。すごいな。とりあえず今回の岩屋寺のあれにして。これ最後の岩屋寺。すごい。わあ、すごい。88箇所行ったんや。すごいな。とうとう。全部揃ったか。なんか嘘みたい。すごい。はい。お疲れさん。お疲れ様でした。お疲れさん、ほんまに。これはほんまにやりきった。お疲れ様でした。ありがとう。めっちゃいい思い出になった。なあ。最後、和歌山の方にな。高野山やったっけ。そう行って、うん、まあ一応終わりっていう。そうやな。その時も起きるんかな。どうなんよ。まあそうかな。それまで。うん。封印。一旦終わり。うん。俺はな、これが揃ったことも嬉しいけどな。うん。こっちのな、24からやろ。お姿。お姿。カードゲームでカード全部揃った時の嬉しさ。ああ、なるほど。そう。1、2、3、8、9、10。え、それ88までやんの？11。70。71。気付いたら夕方なってるよ。87。88。全部あった。うわ、懐かしい。これ見ながら最初作法の勉強しとったね。何よりもこれが歴史を語ってるんじゃない。ボロボロや、見すぎて。こつか全部ボロボロや。地図がこうなるの楽しいな。冒険しと気分、うん、気分ちゃうわ、やっとんや。ってます。思い出たちやな。うん、してます。はい、お願いします。ETC カードが挿入されました。有効期限は2023年7月です。四国も出発か。ビタミン C 取れてるわ、なんか。取れてる。うん。おいしい。弁当。あ、
ありがとう。私、行こう。あ、三つ浜港って書いてある。船の中やのに車の中で食べるすごいよ。大って書いてある。うわめっちゃいい匂いする。でも600何倍だから安かった。松山出て、うん、ここの須方大島ってとこに来た。